おはようございます出席議員半数以上でありますこれより議事日程第5号により本日の会議を開きます日程1市政一般質問について2月28日に引き続き個人質問を行います8番竹嗣良次議員 おはようございます明星クラブの竹津玲次です通告に従いまして順次お尋ねしますので市長をはじめ関係理事者の明快かつ誠意ある答弁を求めますまず土砂災害についてお尋ねします昨年7月5日から6日にかけて記録的な大雨を記録し福岡県朝倉市や東方村に甚大な被害をもたらした九州北部豪雨による惨状は まだ記憶に新しいところでありますこうした局地的な集中豪雨は近年全国各地で頻発しています国土交通省は昨年12月平成29年の土砂災害発生件数の速報値を公表しましたこの速報によりますと平成28年の1492件に引き続き平成29年も1467件と 多くの土砂災害が発生しています特に地震を除いた豪雨・融雪に起因する土砂災害発生件数1462件は過去10年で最大とされています台風に伴う大雨やゲリラ豪雨などが頻発して土砂崩れや河川の越水堤防決壊を引き起こし甚大な被害が発生しているのであります本州は昭和57年 未曾有の大水害と評された長崎大水害を経験していますが35年の時の流れとともにいつしか記憶も薄れつつあります私たちは常に災害と背中合わせにあることを自覚し日頃から崖崩れ、地滑り、土石流などの土砂災害から身を守るように備えておかなければなりませんが私たち一人一人の備えにはおのずと限界があります そこで以下2点についてお尋ねします砂防堰堤等の設置状況行政の最も基礎的な役割は市民の生命財産を守ることにありますその対策の一つが砂防堰堤等の施設整備であります長崎市は平坦地が少なく山腹の斜面地に住宅が立ち並ぶという特異性があります長崎大水害による被害のほとんどが土石流山崩れ 崖崩れ等の土砂災害によるものでありました。長崎市では、この長崎大水害以降。漸次砂防堰堤等の設置が進められていますが。現在の砂防堰堤等の設置状況についてお示しください。十日に括弧型、十、えー、日型構造への転換。九州北部豪雨では死者三十七名。行方不明者四名の人的被害や。前回半壊千四百十一等の。 住宅被害害ななど甚大な災害が発生しましまた土砂崩れで投げ倒され流れ下った流木が引き金となって川をせき止めて川の氾濫につながるとともに住宅地に押し寄せた流木によって家屋に大きな被害をもたらしたのであります。国交省は昨年4月新設の砂防園庭を流木の補足効果が高い10日型とする方針を示していましたが 九州北部豪雨で流木被害が広がったことを受けて、季節の砂防園邸でも流木補足工などの改良工事を行うこととしています。本市における気象災害対策としても、土砂災害対策は優先されるべき課題であると考えます。そこでお伺いします。県では土砂災害防止法に基づき、土砂災害が発生する恐れがある区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域として指定し、 順次、公表していますが、これらの空気において、土石流等による大量の流木が想定される箇所,は箇所などの調査は行われているのでしょうか。また、今後の砂防園庭等の整備、および既存施設の透0型砂防園庭への転換に関して、市としてどのようなお考えをお持ちかお聞かせください。次に、ドラゴンプロムナードの有効活用についてお尋ねします。 去る2月11日ドラゴンプロムナード20年利用低迷進む老畜化の見出しで元船町にあるオレンジ色の巨大球体で知られるドラゴンプロムナードの現状について地元紙が取り上げていました私も先日現地を歩いてきましたがやはり閑散としていてまさに負の遺産といった趣でありました管理者の件は打開策を見いだせていないようでありますが 一方では元船地区から松ヶ谷地区までの一帯を地域振興の中核エリアとする港オアシスの登録を目指す運営協議会が2月16日に発足したとの報道がなされていました登録後は家屋内の大型イベントの集客や PR ・物販の充実などを進める活動を計画しているとのことであります港オアシスの構成施設にはドラゴンプロムナードも含まれています 現状、せっかくの施設が宝の持ち腐れとなっていますが、このドラゴンプロムナードが蛇踊りをモチーフにデザインされていること、大鳩の小旅所にも隣接していることなどから、例えば蛇や、えー、笠鉾など長崎くんちの資料展示館を設置し、夜は屋台広場やカフェを開設するなど、観光客を呼び込むような仕掛け作りも一策ではないでしょうか。おくんちを に据えることで設計建設の趣旨にも叶うだけでなく観光客の興味を引くことにもつながると思います。交流促進や観光しこ、えー、観光振興を施策の柱とする長崎市として積極的にドラゴンプロムナードの活用策に関わっていくべきだと思いますが市のお,お考えをお聞かせください。次にビアの振興策についてお尋ねします。昨年11月 長崎製品農協をはじめ生産者や市場関係者が一同に会し長崎ビワ共犯100周年記念式典が長崎市内で開かれこれからも100年続く日本一のビワ産地であり続けるための基盤強化を図っていく決意が示されていました模擬ビワは今から170年ほど前三浦塩が模擬町北浦に舞いた谷がその生い立ちとされていますその後先人の努力によって明治期には全国6位に そして大正、県には千葉、鹿児島に次ぐ3位となり昭和2年に初めて全国一となって以後日本一の産地として今日に至っています日本一の産地確立までには統一出荷、美和組合の設立美和集荷販売の一元化、ハウス美和導入など先人の絶え間の努力の積み重ねがありましたしかしながらビア生産も他の農業と同様に 生産者のの減少、自然災害、有害有対策など多くの課題を抱えていますこのような中長崎びわ産地活性化推進協議会は平成30年から平成34年までの5カ年の取り組みとして第3期長崎びわ産地再生計画を策定しびわ産地再生を図ることとしていますこの計画は夏たりの生産拡大や簡易ハウスなどによる灌漑対策の確立 園地の基盤整備などを掲げ販売力を強化して日本一のビワ産地を守っていこうとするものでありますこの第3期長崎ビワ産地再生計画の実現のためには生産者関係機関行政が一体となって取り組んでいかなければならないことは言うまでもありません長崎市においてはこれまで市の単独事業や国庫補助事業の活用などによるビワ産地再生策が講じられていますが 日本一のビア産地を守り育てていくためにはさらなる支援策が欠かせませんそこで当面する課題について伺います 1. 生産基盤の整備について日本一のビア産地を発展させていくためにはまずは生産基盤の充実が絶対要件であります第3期産地再生計画によれば基盤整備として園内の作業道の設置が掲げられています遅きに失した感もありますが 市としてどのような事業手法で実施しようとしているのか、実施工程も含めてお示しください。カッコに簡易ハウスの普及状況と考え対策、琵琶山地再生の柱と位置づけられているのが夏太りの栽培面積拡大と考え防止対策としての簡易ハウスの導入であります。長崎市では長崎市では有料新品種として 夏たよりへの捕食事業や考え対策としての簡易ハウス導入などへの補助を行っていますがこれまでの事業実績及び今後の計画についてお示しくださいまた先月の公設の際は川原地区と脇岬地区で簡易ハウスが施設が壊れるという事態が発生しました想定外の大雪であったといえ施設の脆さが露呈しました降雪による考え対策として導入した簡易ハウスが 皮肉にも降雪によって損壊したことは残念でなりません会議ハウスの普及を進めていく上で課題の一つになったと思いますが今後どのような対応策をお考えでしょうか 3. 有害鳥獣対策三輪の鳥獣被害といえば以前は鹿とカラスというのが一般的でありましたが現在ではイノシシ被害が大きな比重を占めつつあります 琵琶の丘でもワイヤーメッシュ柵の設置などによる防具柵を講じていますが市の対応が後手に回っているように見受けられます市の鳥獣対策特にイノシシの被害対策の現状についてお伺いします次に行政機能再編についてお尋ねします。中央総合事務所等のの役割昨年10月月行政機能再編からをを経過を過ぎました 大した混乱もなくスタートできたのではないかと理解していますが、この4ヶ月余りで改善すべき点も見えてきつつあるのではないかと思います。総合事務所が4カ所、地域センターが20カ所に設置されていますが、それぞれに地域と複製が異なり、施設面の違いもあって、一応の評価は難しいところではありますが、肝心なのは、新たなシステムによる行政サービスの利便性を、 市民がどれだけでできていいるかととうことであります今後とも市民の皆さんに喜んでいただけるような体制づくりに注力していただきたいと思いますが現在の4つの総合事務所と20の地域センターという枠組みの中にあって中央総合事務所と中央地域センターは本庁との3層構造となっておりその位置づけと役割が見えにくくなっているように感じています。 市民の皆さんも同じ思いを抱いている方は多いのではないでしょうか。本庁内にこの2つの出先機関を廃止することの是非については議会の本会議や常任委員会でもカンカンガクガクの議論が交わされてきました。果たして本庁の中にあえて総合事務所と地域センターを置く意義をどこに見いだせばいいのでしょうか。この度の組織改編で生活保護の事務や戸籍などは本庁の部署を廃して総合事務所。 地地域域セセンンタターーににに移移管されれていまますすが実質的ははここらは中中央央総合事務所ととっただけのことであります私はその点を捉えても中央総合事務所と中央地域センターが中央の文字通りにセンター機能を担い調整機能を果たすことによって市全域において均質の行政サービスを行っていくことにつながって、えー、つながっていくことになると思っております。市のお考えをお聞かせください。 学校に土木事業の執行管理総合事務所は職員が現場に出向く拠点とされていますが最大の目玉は部長職を置いて一定の予算と権限を持たせたことにありますこの権限と機能をいかに発揮できるかが評価の分岐になると思っています特に合併地区を含む北と南の総合事務所はかつての行政センターと比較されることになります 市町村建設計画に基づく道路改良等の土木工事は、北と南の総合事務所で対応するとお聞きしていますが、これらの事業にいかにスピーディーに取り組んでいくかが注目されています。今後の道路改良事業の取り組みについてお示しください。3. 上下水道事務所の窓口拡充現在、北と南の総合事務所には下水道事務所が併設されています。合併当初は旧行政センターごとに、 下水道事務所が置かれていましたがいつしか地域の声を押し切る形で南北1カ所ずつに集約され今日に至っています南北の上下水道事務所の主な業務は浄水場や下水処理施設などの維持管理にあると思いますがせっかく事務所があるとになんで水道の給水設備などの申請手続きはできんとかそういった声をよく耳にします数十分で完了するような手続きのために 野村崎や外目方面の方々は半日以上を費やしているのでありますこうした課題があるにもかかわらず行政サテライト再編成の際に検討した形跡は伺えませんなぜ対応できないのかその理由をお聞かせください以上本段からの質問とし答弁の内容によっては次席から再質問させていただきます 市長,市長、おはようございます。名跡クラブ竹内涼次議員の質問にお答えします。まず三点目のビワの振興策についての（括弧一）生産基盤の整備についてお答えします。全国一の生産量を誇るビワは有料品種である夏多寄を中心に。 関係機関が一体となって栽培面積生産量の拡大に努めさらなる産地の振興に向けた取り組みを行っているところですこのような中平成29年には美和共犯100周年を迎えたところですがこれからの100年に向けてさらに美和産地が発展していくため生産者 JA 長崎県長崎市などで組織している長崎美和産地活性化推進協議会において 平成30年度からの5カ年の取り組みとして、第3期長崎琵琶山地再生計画を策定したところです。この計画では、担い手の育成、新海食による面積の拡大、腐敗化対策、腐敗した果実対策、生産基盤整備による省力化、計画出荷による有利販売等を柱として位置づけ、 今後の美和産地の地維持発展に取り組むこととしています特に琵琶園地への侵入路園入道、園内道の整備などの生産基盤の整備については園内に車両を乗り入れることで労力の軽減が図られることがありますのでコストの縮減や担い手対策として有効な手段であり今後の長期的な琵琶山地の振興を図る上えで重要であると考えています。 現在も園地までの進入路の整備について生産者の方々が自ら整備を行う際に一定の要件のもと原材料を支給し支援を行っています議員ご指摘の園内道の整備については園地のほとんどが傾斜地にあることから整備にかかる費用や裁判面積の確保などの課題解決に向けて現在、関係機関と協議を進めているところであり今後は生産者とも実施に向けた十分な協議を行うこととしています。 生産基盤の整備はさらなる美和産地の活性化につながることからその実現に向けて生産者や関係機関とも連携して取り組んでいきたいと考えています次に3点目の括弧に簡易ハウスの普及状況と考え対策についてお答えしますまずロジビアの有料品種である夏便りについては長崎市の単独事業として平成20年度から28年度にかけて 累計約一万八千本の苗木の捕食を進める事業を実施し、二十九年度の栽培面積は約四十ヘクタールとなっています。今後は生産技術の統一や新開植による樹の若返り木の若返りを図りながら、第三期長崎琵琶山地再生計画の最終年である平成三十四年度の目標栽培面積約六十ヘクタール ににに向けてててさらに推進ししいいくことにしています次に、灌漑対策としましては夏便りを中心に平成24年度からの簡易ハウスの導入を推進し平成29年度の設置面積は約2.7ヘクタールとなっており第3期琵琶山地再生計画では34年度までに約6ヘクタールを設置する計画になっています。 長崎市でもこの会員ハウス設置に向けた支援を行っていますが議員ご指摘のとおり今年1月の公設によりまして三和野毛崎地区においては約0.5ヘクタールの会員ハウスが倒壊などの被害を受けました今後の公設への対応策としてはハウスの補強を含めた仕様の見直しなど現在、長崎県や JA 等の関係機関との協議を進めています。 なお、今後の簡易ハウスの推進については降雪の際の暖房機の活用や気象災害に備えた共済の加入の推進を図り災害リスク管理に対する生産者の意識向上の啓発に努めていくこととしていますさらに簡易ハウスの導入のための国庫補助事業については周期が終わりの時期が平成30年度となることから事業の継続について国や県に要望していきたいと考えています これらの取り組みにより今後とも災害に強い美和山地づくりを進めていきたいと考えています以上本案からの答弁といたします土木部長ご質問の一点目土砂災害対策についての括弧1 砂防園堤等の設置状況についてお答えいたします近年の豪雨災害の特徴である局地的かつ猛烈的猛烈な降雨により全国各地の中小河川で大量の土砂や流木による被害が発生しております長崎市内においては土砂災害など大きな被害をもたらした長崎大水害以降土石流等に対応するための砂防工事やダム整備をはじめ 河川回収による治水事業を県市一体となって取りり組んでまいりまいした現在の長崎市内における砂防園庭の設置状況につきましては土砂流出による被害への対策として砂防施設の整備が必要であると判断されている546か所の渓流のうち豪雨等により多量の土砂が流れる恐れがあり下流に公共施設や 多くのの人家がある経流の整備を重点的に進めておりますこれらの箇所における砂防事業につきましては、園庭も幅50メートル、高さ10メートルを超えるような大きなコンクリート構造物となるケースが多く、これに伴う用地買収や長い延長の工事用道路の設置が必要となるなど、規模の大きい事業となることから、事業期間が10年を超える場合もあり、 砂防の設置はこれまでに52箇所となっておりますますた現在12箇所において長崎県で事業が実施中であり残りの箇所につきましても今後対策の検討を進めていく予定となっております次にご質問の1点目土砂災害対策についての確保に透0型構造への転換についてお答えいたします 土石流等による流木が想定される箇所の調査についてでございますが現在、長崎県が土砂災害防止法に基づき土砂災害の恐れのある区域について土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域を指定しております指定された区域は砂防園庭等のハード対策だけではなく危険の周知や避難体制の整備 住宅等ののの新たなな立地の抑制などのソフト対策を推進するこでに,に区域指定されている旧長崎市や旧三和町などにおいては区域指定前に長崎県が土砂災害の恐れがある区域の調査を実施しており区域指定がなされていない旧外目町や旧伊予島町などについては平成31年度までに 調査が完了すする見込みとなっております次に、10日型砂防園堤の転換についてですが10日型砂防園堤とは一部にきれい目のある園庭で普段上流から流れてくる水や土砂はためずに下流に流し土石流が発生した際に流れてくる岩や流木を園堤で食い止める働きを持つものでございます。 平成29年7月に国により九州北部豪雨を踏まえた今後の流木対策が示され新たに設置する砂防堰堤については流木等を食い止めるために透過型構造を推進し今ある砂防堰堤については流木を食い止める効果が高い構成フレームを設置するなどの改良を進めることとなっております。これを受けまして長崎県では 新たに設置する施設について現地の状況を踏まえ必要な箇所については等価型構造を採用し今ある施設についても今後流木を食い止める効果を高める改良について検討していくこととなっております長崎市といたしましても10型砂防園堤の必要性は十分に認識しておりますので県修一体となって等価型砂防園堤への対応が早期に進むよう取り組んでまいりたいと。 考えております。以上でございます。町づくり部長、ご質問の二点目、ドラゴンプロムナードの有効活用についてお答えいたします。元船町に位置するドラゴンプロムナードは港湾施設である元船倉庫の屋上約5000平方メートルの空間に市民県民が港に親しみ行こう場として。 長崎県の港湾事業により展望デッキなどが整備されたもので平成10年4月に供用開始されております施設管理者である長崎県によりますと平成28年度の利用状況としましては散策や休憩などを除き使用許可を受けた利用者は60件約3800人で主には修学旅行生の蛇踊り体験などに利用されているとのことでございますこのような中民間団体を中心に 小上地区から松江地区までのエリア間に位置するドラゴンプロムナードや長崎港ターミナルビル、夢サイト、水辺の森公園など12の施設を構成施設として港オアシスへ登録しようとする動きが始まっております。この港オアシスとは国土交通省の制度であり港を核とした地域の活性化を促進するため住民参加による地域振興の取り組みが継続的に行われる施設を 港オアシスとして登録するものですでに登録の中心となる組織として港オアシス長崎運営協議会が設立されておりますこの運営協議会において他の構成施設との連携を図りながらドラゴンプラムなどの有効活用につきましても検討が進められていくものと考えております長崎と長崎といたしましてはここでの検討状況を注視し 協力できる部分につきましては積極的に取り組んでまいりたいと考えております以上でございます水産農林部長ご質問の三点目宮の振興策についての括弧三）有害鳥獣対策についてお答えいたします長崎市では有害鳥獣対策につきまして防護・住み分け・捕獲の三つの対策を基本に漁遊会や JA、長崎県長崎市などの関係団体と組織をされた長崎市有害鳥獣対策協議会及び被害相談対応や被害対策のコンサルティングを効果的に実施するために委託をした専門業者と連携を図りながら対策を実施しておりますその中でも防護対策につきましては農業被害対策の国庫補助事業を活用したワイヤーメッシュ作の資材指揮を行っており平成29年度は 計画延長約百四十キロメートルに対し、計画の九十六パーセントである。約百三十五キロメートルを配布中であります。このような取り組みにより、長崎市におけるイノシシの農作物被害金額は。平成二十七年度の約四千四百万円から。平成二十八年度は約三千八百万円に減少し。そのうちビワに対する被害金額につきましても。平成二十七年度の約一千八百万円から。 平成28年度は約720万円と大きく減少していることから着実に被害軽減の効果が発揮されているところでございます。今後とも農業被害対策軽減に向けたワイヤー飯施策の設置につきましては100%設置できるよう予算枠の確保について国に働きかけていきたいと考えております。美和農家の方々がが安心しして生産ができるように関係団体と連携をし ワイヤーメッシュ策をはじめ、3つの対策を適正かつ、効果的に進め、被害軽減を図ってまいります。以上でございます<上>総務部政策官。ご質問の4、行政機能再編についての括弧一中央総合事務所の役割についてお答えいたします。平成29年10月にスタートした、行政サテライト機能再編成により、 市民が近くで用事を済ますことができること、困りごとをスピーディーに解決すること、そして地域の特性に合った対応をすることをポイントに、市内に20の地域センターと4つの総合事務所を廃止するなど、できるだけ地域の近くに予算や権限、職員を移し、地域を全体的に見ることができる体制を整えております。中央総合事務所及び中央地域センターを設置する意義といたしましては、 市の人口の約7割がある中央地域にも地域の町づくり活動を支援し地域課題を解決する横割りの組織を置いたことにあります中央地域センターを本会1回に置いたことで多くの手続きや地域の相談が1か所で済むようになりましたまた中央の総合事務所を置いたことで地域の保健事業に関しては子供から高齢者まで地域の土木事業に関しては 道路、公園、農林道など地域をより全体的に見た対応ができるようになっております。またご指摘の中央総合事務所及び中央地域センターの役割でありますが、4つの総合事務所は原則として同じような事務を受け持つ中で、部長のもと仕事の決定権や予算をもって地域の特性に合った取り組みを行っております。その中で中央総合事務所は 一部例外的な取りり扱いがあります1つ目は、効率的な組織体制とするため、旧市民課が担っておりました住民基本台帳や戸籍の事務の総括や、旧生活福祉一二課が担っておりました生活保護の事務に関する総括を中央地域センターおよび中央総合事務所が受け持っております2つ目は総合事務所間の取りまとめの役割があります。 課題や情報を共有するための総合事務所連絡調整会議の招集、予算決算、保険事業や土木事業の事務の調整、中央、東、南、北に設置します、現地災害対策本部などの取りまとめなどを受け持っております。議員がおっしゃいますように、総合事務所間の調整を行い、まとめ上げる中心的な役割を中央総合事務所が担うことで、 4つの総合事務所が円滑で適正に業務を行うことができているものと考えております。次に、括弧に土木事業の執行管理についてお答えいたします。まず、道路整備などの土木事業に関して申し上げますと、補助幹線道路の新設、改良や県との連絡調整は土木部が、補助幹線道路以外の道路の新設や改良につきましては、 総合事務所が受け持っておりますこのような中合併後の長崎市のまちづくりの基本方針や公共施設の整備などを定めた市町村建設計画に基づく市道の整備などの事業の執行につきましては総合事務所を含め各部局が行う体制となっており平成28年度末において7地区全体で97.8%の着手率となっております。 総合事務所は地域の状況をより把握できますので、計画の推進において、果たす役割は大きいものと考えており、道路事業をはじめとした各種事業について、今後も総合事務所と各部局とが連携して事業の進捗を図ってまいります。以上でございます。上下水道局長ご質問ののの行政機能再編についての3 上下水道事務所の業務拡大についてお答えをいたします。給排水設備工事の申請受付につきましては、現在料金サービス化で受付を行い、設計審査から完了検査までの一連の手続きを行っているところでございます。平成28年度の給排水設備工事の申請件数は、給水装置工事で1770件、排水設備工事では1556件で、 そのうち合併地区所在の指定事業者は給水装置工事では17社から78件排水設備工事では20社から115件の申請を受け付けております給排水設備工事の設計審査を行うに当たりましては指定工事者への直接の聞き取りにより使用する材料の監修・工系工事箇所の水圧や水栓数の計算宅内排水管の勾配 汚水マスの種類などが基準に適合しているかどうかの技術的な項目から補助金などの制度の利用まで多岐にわたって確認しているため1件当たり平均して20分から30分程度の時間を要しております現在上下水道事務所におきましては各合併地区の浄水場や下水処理場等の施設の維持管理業務や上下水道料金の収納業務を限られた職員数で行っているところでございます。 緊急時にはほとんどの職員が現場対応に従事することもあり、給排水設備工事の申請受付から審査までの手続きを上下水道事務所で常時できる状況にはないことから、工事の申請にかかる一連の手続きは行っていないところでございます。また、行政サテライト機能再編成の検討の際には、先に述べたような上下水道事務所の状況に加えまして、 全市で統一的に行う事業者に対する認定申請や許認可は本庁機能にて実施するという市の統一的な方針を踏まえて整理をいたしました結果、給排水設備工事にかかる手続きは引き続き本庁の料金サービス化で行うこととしたものでございます。なお、合併により地域が拡大したことに伴う指定事業者の負担軽減のために漏水の修繕や蛇口の取り替えなど 警備な給水装置工事は上下水道事務所でも届け出できるようにしておりまた設計審査後の書類の受け取りにつきましても再度来庁しないで済むように上下水道事務所での受け取りも可能とするなど一定の配慮を行っているところでございます。今後とも上下水道事務所の現行体制の中で指定事業者のさらなる負担軽減のためにどのようなことができるのか検討していきたいというふうに考えております以上でございます。 八番竹次領事議員、それぞれご答弁いただきました理解を深めるために再質問をさせていただきたいと思います私が考えていたよりここもちょっと時間が長くかかってしまいましたいろいろと質問したいこともございますので駆け足になるかと思いますけれどもよろしくお願いいたします 純、えー、不動でありますけれども、まず、ビア栽培の振興策について、えー、何点かお伺いさせていただきます。ビ、え、ア、ー、再生、えー・産地再生計画の核となるロジビア。えー、これ、夏頼りでありますけれども、えー、これはこれまで、えー、市の単独事業として、累計約一万八千本の補色が行われ、えー、栽培面積も四十ヘクタールに達しているということで、えー、ございました。 これからも第3期の目標栽培面積60ヘクタールに向けて、さらなる推進を図っていただきたいというように思いますけれども、やはり安定した農家経営のためには、今後とも考え対策としての簡易ハウスの普及促進、これは不可欠であろうというように思っております。しかしながら、現在のびわ考え対策施設整備事業は平成30年度限りということになっております。 引き続き国権に要望していくということでありましたけれどもその見通しは立っているのかお伺いをいたしますまたもし国権の補助が見込めないとしたときにはやはり市としての対策こういうことを考えておかなければいけないというふうに思っておりますけれどもどのような考えをお持ちかお伺いいたします水産農林部長再質問にお答えします 会員ハウスにつきましては平成28年1月の大雪被害を契機に灌漑対策の一環として推進を図っているところでありますしかしながら議員ご指摘のとおり国の補助事業は平成30年度に周期を迎えますがナスイルを中心に琵琶産地の維持発展を図る上で簡易ハウスの推進は必要不可欠であることから今後においても補助事業の継続につきまして国県へ要望したいと考えています また、生産者や ja 長崎県長崎市で構成される長崎日は3。地活性化、協議会等を中心に十分協議を重ね、この中で長崎市の役割を明確にしながら取り組みを進めていきたいと考えております。以上でございます。8番竹次良次議員、えー、なかなかですね、えー、厳しいのかなという感じでありますけれども。 生産者の皆さんもです、ね、一応、考え対策としては暖房機を持ち込んでみたりとか、あるいはこの間もあの私、園地の方を訪ねていきましたら、扇風機をです、ね、何箇所も自分で購入してつけたりしてるんです、結局これ、霜対策なんですが、そういうようなことでそれが、やっぱり個人的にも一生懸命自助努力といいますか、そういうようなことをやっております、しかしながらやはりなんといってもです、ね、基本的にはこういうふうなあの会員ハウス、こういったものでないと、全体的な対策は取れないというふうに思います。 まあ、国県の事業、こういったことが終了して、はいこれも終わりですよとなれやはり今後の第3期の計画ですか、これの推進にも非常に支障をきたすというふうに思っておりますので、前向きに何らかの対策を取られるよう、強く要望しておきたいと思います。それからです、ね、次に大雪による被害対策でありますけれども、先ほど、本棚の中でも申し上げました。 なんか中心部はあんまり降ってなかったみたいですけれども南部の方では、えー、ところによっては20センチぐらいの大雪というようなことでありました、えー、そこであろう特に南部ですね河原の方それと脇岬こういったところで会員ハウスがされておるわけですけれども現地議長ともとも見に行きましたそしたらまあ見事なまでに押しつぶされているんですねやはりこれではいかんなと思いながらどうしたもんだろうかと試案に繰り取ったわけでありますけれども。 えー、話を聞けば、まあ、通常のハウスと比べたら、非常にこう経営も小さかったり、あるいはスパンも広がったりということで、どうしても強度的に劣るというようなことはあるようでございます、まあ、これも費用を安くしなきゃいかんということで、そういう施設が導入されているかと思うんですが、やはり先ほども言いましたように、考え対策とし,して作ったやつが、その雪によって壊れてしまうということは、やはりいかがなものかというように思っています。 まあそういうことでですね、えー、なんで壊れたのか、単純に弱かっただけなのか、まあ、私が聞くところによれば、その施工方法によってもかなり違うというようなことも聞いております。そういうふうな、なんで壊れたのか、倒壊したのか、まあ、そういうようなことについての調査、検証というのはされているのか、お伺いいたします。水産農林部長再質問にに答えいたたします会員ハウスの設置にあたっては 一定の設計基準に基づき適切に施工されているものと考えておりますしかしながら今回の大雪の被害の主な原因としましては暖房機の適切な活用などができていなかったことが考えられます今後におきましても公設に備えて関係機関と連携をし生産者に対して事前の対策の徹底を促していきたいと考えております以上でございます8番竹杉良次事議員 あの暖房経営をしていなかったために雪がいつまでも残って重くなって潰れたと、まあ、いう,う答弁かなと思いますがあの農業者もの一部の方ではです、ね、対策を講じていなかったということも悔やんでおりました、確かにそれはあるでしょう、しかしあの場所によってやっぱり同じ簡易施設でありな壊れていないところもあるわけですよ、同じような量が降りながら、やはり構造的な分もあったりするのかなというふうに私も思っています。そい部分についてはですよ その暖房を耐えてなかったからというようなことだけでなくて、今後の対策として、ただ、あのやはりあまり構造を強くすると、単価が上がってしまうということで、また農家の方も大変な思いもするかもしれません。こういうなことも含めまして、やはり協議をしながら、しっかり取り組んでいただくよう、これも要望としておきたいと思います。次に、あの基盤整備の一つとして、農業用水の確保について、ちょっとお尋ねを。 させていただきます、まあ,あの、ハウス栽培につきましては、琵琶に限らずですね、すべて農業水の確保、これはもう本当に大事なことでございます。特にあの長崎半島の橘沿岸、こっちの方では休憩者ということであって、大きな川はございません、安定的なあ水源がないということでございます。河原地区の方でも花、あるいはあのビアハウス栽培、非常に盛んになっておりますけれども、このちょっと過水期になると、この水に困るというような実態があります。 まあ、そういう,ような中で,です、ねえー、水道統合事業、今、進められておりますけれども、これが31年度に終わるということでございます。私も現地の方を歩いてみまして、えー、橘湾岸の方でも、2、3箇所はあひょっとしたらこれ、農業用水と,水として使えるんじゃないかなというような場所もございます。まあ、そういうことで,です、ね、廃止後にこういった農業用じゃないあの、浄水場の後施設とかですね、 こういったものが農業用水として使えないのか、そんなことについてどのように考えを持っているのか、まあ、これはです、ね、上下水道の局の管理でありますけれども、そっちの立場からと、またあの農業用水として活用する立場から、両部長にお伺いをいたしたいと思います上下水道局,局長。再質問にお答えをいたします。 上下水道局におきましては、議員おっしゃられたようにですね、平成31年度完成を目標に、合併地区の水道施設を統廃後いたします、水道施設統合整備事業を実施しているところでございます。事業完了後には、合併地区の水源は、小桜浄水場の水源として活用いたします、江川町の落合ダムを除き、すべて廃止する予定といたしております。 上下水道局といたしましては地元農業者の方などから廃止後の水源を活用したい旨のご要望があれば可能な範囲で協力をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。水産農林部長、再質問にお答えします。水資源の確保はビラの栽培など農業振興を図る上で必要不可欠であると考えておりますのでおりますので水産農林部といたしましても。 地元農業者の方などからご要望がありましたら、可能な範囲で上下水道区分を連携して、協力してまいりたいと考えております。以上でございます。8番、竹津良次議員。えっとですね、えー、まあ、方向性としては利用可能ということのようでございます。ま一応、それは利用とさせていただきたいと思いますけども、やっぱり最終的には農業者の方ということになりますので、しっかり、えー、農家の方々とですね、 協議をしていただいて、えー、取り組めるものであれば、そういう方向で進んでいただきたいというように、えー、お願いをしておきたいと思います。えーっとですね、イのシシについてもいろいろとお伺いしたかったんですが、まあ、あのメッシュ柵の方についてはかなり普及しているということで、えー、被害額も減っているというような答弁がございました、まあ、それはそれでいいんですが、やはりあのメッシュ柵でし切れば、その分、イのシ,シはどこかに行くわけでありますので、他に被害が発生するということは、もう自明の理ですよね。 それが一般の素材であったりとかいうような部分、あるいは人家に出て没したりとかいうようなことにつながっているのかなと思っています。まあ、要するに個体数を減らさんとどうしようもないというように思います。まあ、そのことについていろいろお尋ねしたかったんですが、後がいっぱい控えてますんで、これ、今日はもう割愛させていただきます。また、ご当議員の方からも同じような質問が出ておりますので、今日う、これについては省略いたしますけれども、よろしくお願いをいたしたいと思います。 それからです、ね、次にあの行政機能再編、まあ今日私にとっては本題でありますけれども、えー、こっちの方に移,るさ移らさせていただきます。まずあの、中央総合事務所の役割ということでございますけれども、まあ、今回の質問にあたりまして、えー、関係部署にといろいろお話をさせていただきました。その時は私の考えとちょっと違うかなというふうに思っておりましたけれども、今日の答弁聞いておりまして、一、え、体、ーえー、理解できることもありました。 まあ今回、こういうふうな質問をしようかなと思ったのは実はあの私にとりまして非常に懸案となっている佐賀地区の道路まあこういったことについて総合事務所といろいろ話をさせていただいておるときにまあ中央総合事務所のもう名前まで言いませんけれどもあの理事がですね中に入っていただきまして本家といろいろと調整をしていただいたとまあいうようなことで一定の前進が図られたまたそれぞれの部署間の協議も順調にいったと。 まあいうようなこともございましたそういうことでやはり調整機能といいますかそういうな潤滑的な役割を果たす部署は必要だなというような思いもありまして今回この問題を取り上げさせていただきましたまあ、別にあの持ち上げようとしているわけでもないんですけれどもまあ、従来なら周辺部の事業まではなかなか手が回らなかったこれ私が実感しておりますけれどもこういうことについても総合事務所の方では 本当こう身近な問題として取り組んでいただいておる。まあこのことについては一定評価をしたいなというように思っております。ただあのこれはですね、あくまでも一例だというように思っております。まあ、今回の機能再編によりまして、道路建設化とか緑の化、あるいは市民化などの業務が総合事務所と地域センターに分散されたことによりまして、政策や行政判断、判断これがどこの段階でどのように決定されていくのか曖昧になってしまう。 まあこういった不安もはらんでいることは否めないのかなというふうに私は思っております、えー、まあこのことにつきましては先日からの本会議で同僚議員への答弁を中央総合事務所の所長が行っていた、まあ、そういった中にも言って現れてきているのかなというふうに感じたところでございます、まあ、あの事務文書だけ見ればすべてが同じと、まあ、いうようなことに見えるわけでありますけれども、まあ、実態というのはですね 生活活動の事務にしても戸籍の事務にしてもやはりこれは先ほど本段で言いましたように看板の書き換えを行っただけだということでございますまあ中央総合事務所と地域センターしかしそういう中にもあってもですよやはり中央総合事務所と中央地域センターここが事務の根幹に関わるところは握っておるわけでございますのでそれぞれの要として 今後ととともやっってていいいいいいかかなななななければなららなそういうような仕組みになっていることは明だ思ます、えーまあ、具体的に言えばです、ねえー、こういった事務、っては法定自、自宅事務ということになるかと思いますが、やはり国からの通知であったり、いろんな政策、あの制度の改正であったりとか、こういうようなことはやはり窓口が一本化されておかなければどうも,こうもならんというのは、もう今更さら言うまでもないわけでありますが、あれやはりです、ね、あの土木事業、これはまたちょっと違うところがあります。 まあ事業推進の前線基地、これを総合事務所、そしてまたあの土木事業の言葉悪いんですが、元締め、元締めですよね、土木部、そしてその潤滑剤の役割を果たすのが中央総合事務所、こうしたそれぞれの特徴を生かす、こういうようなことによって行政の歯車がうまくかみ合っていくのではないかというように思います。 軌道に乗るまでは、これからまだまだ試行錯誤の期間が続くと思いますけれども、改めるべきところは改めながら、より良い組織作りに努めていただきたいというように思っております、このことに関してはです、ね、私が言っていること自体が漠然として受け取りにくい部分もあるかと思いますが、今回の再編にかかるやはり高幹的なところだというように思っております。 できたら市長にお願いしたいんですが、どなたでも結構でございます。見解をお聞かせいただければと思います。総務部長 <laughs> 再質問にお答えいたします。えー、まあ、議員からもご指摘がありましたけれども、昨年9月10月にスタートしまして、4つの総合事務所がそれぞれ予算や決定権を持って地域の特性に合った対応をすると。ただ、例外的にですね、戸籍や生活保護といった事務の総括をし するとそれから総合事務所間の調整を行いまとめ上げて中心的な役割を担うことで4つの総合事務所が円滑で適正に業務を行うことができるものと。 というふうに考えております。新体制がスタートして5ヶ月が経過する中で、市民や職員からもいろんな声を聞いております。これらの声、今後も出てこようかと思います。これらの声をしっかり検討して検証した上で改善すべきところは改善をしながら進んでいく。そのことによってですね、新しい体制にして良かったと言われるような仕組みあるいは組織にして参りたいと考えております。以上でございます。 竹次良次議員。私の質問の意図とうのお組み取りいただいたようでございますけれども、やはりあのそういうふうなこう認識というのがですよ、職員の方まで果たして徹底しているのかと考えたときに、どうしてもそれについて疑問を持たざるを得ないんです。まあ、いろんな、いや、これはおかしかばいとか、ああばい、こうばい、どこに言えば終わってやろうか、どこが決めていくとやろうかね、あるいは予算はどういうふうなことでなっていくとやろうかね、いろんな疑問が出てきます。 まああの管理職におられる方は理解しとったとしても、やはり現場で働くような、働いている職員さん、こういった人たちがそれぞれ認識が違っておれば、それはすぐ伝播します、市民の皆さんにもですね。だからそういった意味でもですよ、まあ、検証はやりますということでありましたけれども、やはり現行、あの体制が変わったということについて、なかなか職員の皆さんはもう目先の仕事で、目いっぱい、手いっぱいだというようにあると思いますので、やはり、 その辺については常に一つの基本的な考え方というのをしっかりと踏まえながら指導と申していただ,けいただくそこで共有認識を持っていくということでこの問題については一歩前進を図られるのではないかなというふうに思っておりますのでそれでにつきましてはです、ね、もうスタートしたからいいやということでなくて今後ともそれぞれの部長さんがまたは総合事務所長さんが一緒になって考えていくべき課題だというふうに思っておりますので えー、継続してですね、いろいろな意見とありましょうけれども、総合的に、えー、回っていくような仕組み、そういう,ようなことでまず人ということにも目を当てながら取り組みを進めていただきたいと、これは強く要望しておきたいと思います。えー、次にですね、えー、土木事業の執行管理でありますけれども、まああのー、市町村建設計画に基づく指導整備は97.8%の着手リスク というお答えがありました、まあ、これはです、ね、残っているのは三和地区を除けば県営事業だけであって要するに三和地区だけなんで取り残されたのかなということで前回の時もちょっとひがみっぽいことを申し上げましたけれども三和地区の指導整備の進捗状況これがどのようになっているのかお答えください、えー、南総合事務所長。 再質問にお答えいたします。市町村建設計画に基づく、三和地区の主要な道路整備の状況でございますが、現在、市道やき町1号線及び首都、および市道やき町河原町1号線の2路線が整備中であり、未着手である為市地区道路につきましては、平成30年度から市場として整備を行う予定といたしております。以上でございます8番竹津領事議員 えとですね、あの外野席の方から、なんで3話だけ取り残されたとか聞かんねと、まあ、いうようなことも耳に入ってきておりますが、やはりさすがにこれはお答ええー、できたいのかなということで、これについては結構でございます。ということでですね、えー、<laughs> 密着しゃり線について、えー、ですけども、まああの、多摩市地区から河原地区に行く道路でございますけども、 このの件は長年の懸案でございました、まあ、先日もです、ね、市長要望ということで地元の試し町そしてまた河原町の自治会、長さん方が要望を出されました、まあ、私もあの同席させていただいたわけでありますけれども、まあ、前向きな回答をいただいて喜んでおりました、えー、ただですね10年での計画という,ような説明がそこであったわけですけれども、まあ、合併してからすでに13年経っているんです。 それから13年合計23年なんですね、今生きている人はほとんど生活している、死んでしまいます、これでは作り身が薄れてしまうんですね、やっぱスタートが遅かったわけですから、せめてこれからスピードを上げていただきたいと、先日、女子パシュートのあれでこう追い越しということがありましたけども、私は決してそういう,ようなことは申し上げません、あの小平選手のようにです、ね、スピードを上げて、ガんッと加速をしていくと、こういうようなことで取り組んでいただければ、非常にありがたいなと。 思っています。まあ、できたら、後献、短縮について、もう少し検討できないのか、再度、お、尋ねします。南総合事務所長。え、再質問にお答えいたします。え、試し地区道路は、市町村建設、に続けられた道路であり。地区の利便性の向上や、防災性及び。安全安心な街づくりの観点から、三和地区における、主要な生活道路と、認識しております。事業の概要でございますが、河原地区と試し地区を結び。 一般県道ふかり和線に接続する延長約600メートル、福井5メートルの生活道路り、事業期間の設定につきましては、現在の予算規模や配分の状況、詳細の路線決定までの期間、および今後の用地取得の見込みなどを総合的に勘案し、平成30年度からおおむね10年程度の完成を見込んでおります。なお、議員からもお話がありましたが、本年2月には地元自治会より事業の早期整備に関する要望書が市長に提出されるなど、 地域の皆様方の関心も高い路線でございますご指摘の道路の早期完成につきましては地元自治会や知見者の皆様方のご理解ご協力いただきながら一緒になって取り組みできるだけ早く完成させ地域の皆様に喜んでいただけるよう整備に努めてまいりたいと考えております以上でございます8番竹嗣良次事議員えっとですね、今試しの件取り上げさせていただきましたけれどもこの他にもですね、えー 現在進行中の分が2つあります一見は特にあの私の住んでいる火焼きなんですがここはもう5、6年前に測量設計を終わってからその後ほとんど塩漬け状態ということで何ら動いておりませんまあ、こういったことについても見直しを求めていきたいなと思っておるんですが残り時間も少なくなっておりますので、えー、引き続きご検討もう検討といってもなかなかしてもらえませんので実施に向けてですよ取り組んでいただくと要望しておきたいと思います まあそこであの企画財政部長にお尋ねしたいんですが、市長の方針の中でも生活道路の整備、あるいは地域の要望にスピード感を持って対応していくというような記述がございました、周辺部の道路予算についても大いに期待をいたしておるところでございますが、企画財政部は予算を査定する立場であるとともに、市町村建設計画と地域振興計画、こういったことの全体的な振興管理を図る部署でもございます。 まあ先ほどからお尋ねしている事業に対しても、対しまして、どのような方針で取り組んでおられるのか、査定に当たっておられるのか、お伺いをいをたします企画財政部長。再質問にお答えをいたします。合併後の長崎市のまちづくりの基本方針、公共施設の整備などを定めた市町村建設計画に基づく事業につきましては、 これまでも合併特例債などの有利な財源を活用し進捗を図ってまいりました。また予算につきましては、それぞれの所管部局において、地権者等の関係者の方、あるいは関係機関との協議を行いまして、これに基づい予算の要求をいただき、財政当局において必要な予算はつけてきているところでございます。今後ともこのような考え方でしっかりと対応して参りたいと考えております。以上でございます。 8番竹次議員、えー、残り1分ということになりました、えー、あと2つほど、どうしても確認したいことがありますので、取り急ぎ答国体の方も簡潔にお願いいたしたいと思います、あのーよ。道路のことでお話をさせていただいております、ただ、あのー、道路の場合、用地というのは絶対必要,要件でございます。 そこで私がいつも気になっているのが用地価の動きが全く見えないということでございます。えー、以前もですね、私が情報提供しているにもかかわらず動きが鈍くて2年ほど工事が遅れたというようなこともございました。えー、やはりこれが動かないと非常にまずいわけでありますけれども、この辺についてはどのように考えておられるのかお尋ねします。土木部長。 再質問にお答えいたします。まあ、道路整備にあたっては、まあ、用地買収を伴う場合はですね、用地がまあ最大のポイント、事業のポイントであると、えー、認識をしています。まあ、そういった中で、まあ、用地交渉を円滑に進めるためには、まず用地家と事業家が連携をすること、そしてまあ地域の皆様との意思疎通をですね、絶やさず行うこと、まあ、これが肝要かと思っております。えー、私もそのようにまあ職員にまあ指導しているところでございます。で、えー、行政サタ,タネットの機能再編制で、 総合事務所が地域の近くに移りましたけれども、こういう今後はです、ね、利点、いわゆる地域に寄り添えるという利点を生かしてです、ね、直し層連絡を密にしながら、要地交渉に取り組んでまいりたいというふうに考えております、以上でございます8番、高津口ちょうど終わってしまいましたね、あと1点あったんですが、一番私が欲しかった答えがもう1件あったんですが、お時間になりましたので、これで質問を終わります。 えー、次は。